おまけでつけるこのシャーピングリングについてなんですけれども、こちらは本当に簡単に100円ショップのアクセサリーにこう台座をつけただけなので、もしかしたらね、ご自宅でも自作できる方もいらっしゃると思います。こちらの、シャーピングリングなんですが、通常レバー付きのハープというのは半音を出すときにこういうレバーがついていて、ここを押さえてくれるから、通常よりも半音高くなるという仕組みになっているんですが、この作業をですね、この自分の人力でやろうというのがこのシャーピングレバーなんですね。ちょっと勘とね、耳が必要なんですが、こんな感じかなって感じで、こういうふうに押さえていくわけなんですね。こんなふうにして半音を作る、リングです。通常の半音操作の場合、もう曲全体にわたって、例えばシがフラットの曲、あるいはファがシャープの曲っていうふうに、その調全体に、調性が違う場合にはですね、もうそのファの音をシャープして、チューニングする。シの音をフラットにしてチューニングするっていうふうに、楽器自体のチューニングを、変える方がいいんですけれども、時々どうしてもこの部分はもうこのシャープにしないと、どうにも成り立たない曲っていうのがあります。そういう場合にこういったシャーピングリングを使用します。どうしても半音がないと成り立たない曲、例えばこの「エリーゼのために」っていう曲なんかはそういう曲だと思います。そういう時にこういうリングがあると、どうにか曲が弾けるというわけなんですね。こんな感じですかね。こんな風に、シャーピングリングは使います。そこまでね、ちょっと音は良くはないんですけれども、どうにか、曲として成り立つようになるかなといったような感じです。はい、こちらもおまけで、こちらの12弦のレバーなしの方にお付けいたします。